2022年 2> 第2回日本語能力試験懲戒 N1 これから N1 の懲戒試験を始めます。問題用紙にメモを取っても構いません。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは手を挙げてください。問題がよく見えないときも手を挙げてください。 いつでもいいです。問題1問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。では 始めます一番男の学生が大学の学習支援センターに電話をしています男の学生はこの後まず何をしなければなりませんかもしもし学習支援センターですかそちらで学生アシスタントを募集していると聞いたんですが 詳しく教えていただけますかはい今回は学部生のレポート作成の支援をしてくれる大学院生を募集しています大学院生ですかはい修士1年ですそうですか募集人数が限られていて書類と面接で選考しますはい応募には指導教員の先生の許可が必要です応募することを伝えて承諾を得てきてくださいはいその上で 一度センターまで来てください応募書類の用紙をお渡ししますわかりましたあの説明会があるって聞いたんですがいつですかああ採用が決まった後に行います事務手続きの説明もありますので何か応募前に質問があればまたこちらに連絡してくださいあ時々今活動中のアシスタントに話を聞きに来る人がいるんですが仕事の邪魔になるので それはお断りしています。わかりました男の学生はこのあとまず何をしなければなりませんか二番。 会社で女の人と男の人が話しています。女の人はこの後、昇格のために最初に何をしなければなりませんか課長、お呼びでしょうかああ、加藤さん。実は部長と話したんだけど、加藤さんに来月末の昇格試験を受けてもらおうということになったよ。ありがとうございます。先週、部長と面談があって、その際に、 上を目指してて頑張っていきたですそうえーと昇格試験は1日目は筆記試験2日目はプレゼンテーションでプレゼンは当日テーマが与えられてそれについて10分くらい話すんだわかりましたそれで試験を受ける条件としてマネジメント研修を受けておく必要があるんだけどそれが今月の終わりにあるからね詳細は後で知らせるよはい プレゼンが心配かもしれないけど、日頃の仕事の範囲のことが出るわけだからね。はい、わかりました。頑張ります。女の人はこの後、昇格のために最初に何をしなければなりませんか 3番大学のオーケストラの部長が部員に話しています。部員は何をしなければなりませんか毎年恒例の定期演奏会の季節がやってきました。今年は例年使用していたホールが改装中のため別の会場を探すことになりましたが、無事青葉ホールを抑えることができました。協力してくれた皆さんありがとうございます。 ポスターとチラシが来週印刷会社から届く予定で、ポスターはすでに各所に貼っていただくよう交渉済みです。チラシの方は全員で手分けして配布したいと思います。それから、皆さんには毎年1人6枚無料の招待券を渡していましたが、ここ数年非常に好評でチケットが足りないくらいなので、今年は販売のみとしたいと思います。 部員は何をしなければなりませんか四番本屋で男の店員と女の店長が話しています。男の店員は、今日何をしなければなりませんか 店長おはようございますおはようございますあのこの新刊なんですが思ってたほど売れ行きが良くないですよね売り場に置いた僕が書いた本の紹介文いまいちでしょうかうーん十分興味を引いていると思いますけど陳列の仕方かな今棚の真ん中の段に入ってたと思いますけどお客さんの目線って下の方に行きやすいからちょっと工夫した方がいいかもしれませんね ああそうですね早速今日お願いしますあ、昨日テレビで取り上げられてた料理本ありますよね買いに来るお客様や問い合わせが増えるだろうから在庫がどれぐらいあるか確認しといてください一応さっき確認したんですがまだ十分あるので大丈夫だと思いますそうですか在庫が少なければ出版社に注文しといた方がいいと思ったんですけどじゃあそれは今日の様子を見てからまた考えましょうはい 男の定員は今日何をしなければなりませんか？五番。大学で男の職員と女の職員が話しています。女の職員はこれからまず。 何をしなければなりませんか山中先生の退職記念の講演会だけど今日の会議で予定通りの日に決まったよ。卒業生にお知らせのメールを出してくれるあはい。講演のテーマとか詳細は未定だけど皆さんお忙しいから日程を知らせておかないと。で詳細が決まったら改めてお知らせしてそれから大学のホームページにも情報を掲載してね。わかりました。 それで講演会の時間は午前か午後二つ案があったけど午後の方になったよそうですか講演会の会場は午前も午後も予約してましたが午前はキャンセルですねあそれだけさっきやっといたよ他に予約希望が出てるから決まり次第知らせてくれって言われてたからそうなんですか講演会のあと学内でお祝いの食事会を開くかもって話でしたが どううなったでしょうか。必要ならそちらも会場を予約しますがああ学内ではやらないことになったから僕たちの方では手配しなくて大丈夫だよありがとうわかりました女の職員はこれからまず何をしなければなりませんか 問題2問題2では、まず質問を聞いてください。その後、問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを1つ選んでください。では、始めます。 1番大学で女の学生と男の学生が動画の撮影についいてて話しています男の学生が今使っている照明器具を選んだ理由は何ですか 森くん森くんがインターネットで配信してる食べ歩き動画を見たんだけど夜でもすごくきれいに撮れてるね照明器具使ってるうん暗いところで撮影するなら照明は必需品だよそうだよね私キャンプの動画の配信を始めたんだけど夜だとうまく撮れなくて森くんどんなの使ってるの光の強さとか調節できるああ 動画やる人にはそういうのがかなり細かく調節できるのが人気だよねでも僕はそれより持ち運びやすさを基準にして決めたんだあちこち店を移動するからねなるほどね私もキャンプに持っていくからな片手に収まるぐらい小型なんだまあ値段はそこそこしたけどねキャンプで使うなら防水機能があるのがいいんじゃないああ防水機能もかありがとう 男の学生が今使っている照明器具を選んだ理由は何ですか二番オフィス用品の会社の会議で 課長が話していますこの部署では今年の展示会の準備で何を担当しますか今年です。 今年も新規顧客の獲得のため展示会に出展することになりました部署ごとの仕事の割り振りが決まったので説明しますうちの部署は例年展示用のポスターの作成とサンプル商品の会場への運搬を担当していましたが運搬の方は担当から外れましたえーポスターでは当社の製品を使用している企業の事例を紹介するので早速 事例の候補を検討してくださいウェブサイトで紹介しているのとは別の例がいいと思います展示会で配るパンフレットは広報部が作成してくれることになっていますこの部署では今年の展示会の準備で何を担当しますか 3番大学で男の学生と女の学生が話しています女の学生はインターネットで就職の面接を受ける時に最も気をつけていることは何だと言っていますか 山下さん、僕来週初めてインターネットで就職の面接を受けるんだ山下さん何回か受けたって聞いたけどどんなことに気をつけてるそうだね相手が聞き取りやすいようにゆっくりはっきり話すようにってよく言われてるよねああそれは僕も気をつけようと思ってる面接の前には画面上の設定も変えないとねそれなんかで見た 画面上で顔が明るく見えるように設定を変えといた方がいいんだよねまだやってないからそれもやらなきゃいけないなあと画面といえばビデオ通話ってカメラをを見見なないいで画面に映る相手の顔を見て話しちゃわないずっと目線が下がったままだと面接に集中してないって誤解を与えてしまうかもって聞いたよ確かに面接で話してると私時々それやっちゃうから特に意識してるんだ そうあと面接の時インターネットの接続に問題が起きて相手に声が聞こえなくなったりしたらどうしよううーんそういうことはあるかもしれないけどまあ冷静に対処すればなんとかなるよ。わかった女の学生はインターネットで就職の面接を受ける時に。 最も気をつけていることは何だと言っていますか四番テレビでレポーターが話しています。レポーターは、先月発売されたスーツの どのような点が新しいと言っていますか。今日は。 先月発売された南社のスーツを紹介しますなんと男性用のスーツが小さく畳めて手のひらサイズの袋に入れられるんです南はこれまでにも水をはじく加工が施されたスーツや汗の匂いを消す消臭効果が高いスーツを発売して話題を呼びました今回はコンパクトに折りたたんでも型が崩れることがないスーツです出張の多い方には便利ですねまた ミナミでは宇宙服の素材を参考に衣服の中の温度を素材が感知調節し一年中快適に過ごせるスーツの開発にも取り組んでいるとのことです。レポーターータは、先月発売されたスーツのどのどような点が新しいと言っていますか 5番カメラの部品を作る会社で女の人と男の人が話しています男の人はどうして出張することになったと言っていますか さっき部長に呼ばれて話し込んでたねああ京都に新しい工場ができて今稼働させる準備をしてるんだけどその件で来週から出張に行ってこいって何かあったの数ヶ月前に検査スタッフを大量に採用して研修もやったんだけど理解に差があって技術がみんなに均一に定着していないから品質検査が決められた通りにできてないことがあるみたいなんだそれで作業効率も落ちてて。 工場が本格的に稼働する日も近いんでしょ稼働の予定に間に合うのその前に本社の専門家の品質検査も入るしなそれまでに研修もう一回しっかりやって全体的にスタッフのスキルを上げてこなくちゃいけないんだこれで機械のトラブルでも起きたら最悪だよ間に合わなくなっちゃうよ頑張ってね男の人は。 どうして出張することになったと言っていますか六番ラジオでアナウンサーと建築士の男の人が話しています。男の人は今、 お客さんに畳の部屋が好まれるのはどうしてだと言っていますか今日は。 建築士の伊藤さんにお話を伺います伊藤さん、最近は新築の家を建てる際に畳の部屋を希望する人が増えているそうですねええ、生活や建築の洋風化に伴って畳の部屋が好まれない時期も長く続いたんですがここ数年、お客様の好みが変化し畳独特の香りは体や心を安らかにゆったりした気分にしてくれるということで 畳の部屋にしてくれという依頼が増加傾向にありますそうですかもともと畳は湿気を吸収したり放出したり湿度を調節してくれるので日本の気候には合っているんですそれに空気中の有害物質も吸収してくれますしねそうした利点もあるんですねええ畳はクッション性があるので転倒しても怪我をしにくく小さなお子さんがいるご家庭にもご安心いただけます おすすすめですよ今後さらにお客様からの需要が高まりそうですね男の人は今お客さんに畳の部屋が好まれるのはどうしてだと言っていますか ここでちょっと休みましょう。 では、また続けます。問題3問題3では、問題用紙に何も印刷されていません。この問題は、全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず話を聞いてください。それから、 質問と選択肢を聞いて、1から4の中から最も良いものを1つ選んでください。このように書きます。では始めます。1番 1> 文房具の会社で社長が話しています。このところ新たなヒット商品が出せていません。 既存の商品の売り上げは順調ですが、会社が飛躍するためには新しいものを生み出す必要があります。伝統にしがみつかず、これまでにないものを提案することは、新しい文化の創造だと言っても過言ではありません。皆さん、批判を恐れずにどんどん挑戦してください。今はパソコンで文章を書くことが当たり前になっていますが、昔は文字を書くといえば手だったわけです。 つまり今の当たり前は昔は奇抜なものだったかもしれません周囲に驚かれるようなものこそ会社にとっては宝なのです社長が言いたいことは何ですか <S ?1, 1 <S 会社の業績を回復させてほしい二 会社の伝統を大事にしてほしい。新しいアイディアを出してほしい。新しく開発した商品をヒットさせてほしい 2>, 2番。 テレビでアナウンサーが俳優にインタビューしています。今日は現在公開中の映画、虹の山に出演されている川本慎嗣さんにお話を伺います。川本さん、今回は山での撮影が多かったそうですが、何かご苦労ありましたか標高の高い場所での撮影ということで、体調管理には気を使いましたね。 無事体調を崩さずに撮影を終えることができて、ほっとしました。そうですか。川本さんは主人公の登山家を取材するカメラマンの役ですね。はい、この役は初めは山の知識がほとんどない設定なんですが、実は僕自身は登山が大好きであそうなんですか。ええ、最初にお話をいただいた時から山での撮影を楽しみにしていたぐらいです。なので、山に慣れていないように振る舞うところは？ 不自然にならないように特に意識しましたなるほどそれから登山家の方々に伺った話も参考にして登山の魅力が伝わるようにということを心がけましたそうですか俳優は何について話していますか一今回の役を引き受けた経緯 2> 2役を演じる上で気をつけたこと山での撮影の面白さ登山家との交流の思い出3番。 ラジオでサッカー選手が話していますピアノを弾くのが趣味だって言うと驚かれるんですが子供の頃7、8年習ってて結構弾けるんですよ他の楽器でもそうかもしれませんがピアノを弾くのって意外に運動に通じるところがあるんです集中力が求められますしリズム感とか体全体で表現する感覚みたいなものが 活性化されるというか弾いてる時どうすれば上達するかって考えながらやっていてその点でもサッカーととと通じるるころがあるなと思います野球選手にもピアノを習ってることがプレーに役立ってるって言ってる方がいましたねこの選手は何について話していますか スポーツ選手に人気の趣味。2, 2ピアノを習い始めたきっかけ。3ピアノが上達する練習方法。4ピアノ演奏がスポーツと共通する点。 4番講演会で医者が話していますテレビなどでよく健康法や長生きの秘訣が紹介されますね体にいいある食材を毎日食べるなど誰にでも簡単にできると言って紹介されるものも多いです試すこと自体は悪くありませんただ患者さんと話しているとそういった健康法が 誰にでも効果があると思っている方が多いと感じます栄養の偏りや運動不足あるいはもともとの体質など健康を損なう原因は人によって違いますですから例えば何かの栄養を取ることが勧められていてもすでに十分に足りてる栄養だったら取る必要はないわけですテレビなどで取り上げられているものでも自分の状態にあったものかどうかを見極めることが 健康への第一歩なんです。医者は何について話していますか。一。テレビで紹介された健康法の効果。二。誰にでも効果のある健康法。三。 健康法を取り入れる際の注意点。四。長生きしている人の体の特徴。五番。ある市の議会で議員が話しています。東地区では。 高層マンションの建設が計画されており、それに伴って今後、学齢期の子供が増えることが見込まれます。東地区の東小学校では、現在の教室数では対応できなくなると予想されています。また、校舎が地区50年を経過しており、地震対策など必ずしも万全とは言えません。IT 特別教室などの設備の拡充も必要になっています。 こうした点を踏まえ、早急に立て直すことが求められます。市の財政も潤沢とは言えませんが、未来を担う子どもたちの教育は最優先課題と考え、関係費用を来年度予算に計上することを提案する次第です。議員が言いたいことは何ですか 東地区の将来の子供の数を予測するべきだ。2>, 2。東小学校を建て替えるべきだ。3。教育内容を改革するべきだ。4。市の予算を削減するべきだ。 問題4問題4では問題用紙に何も印刷されていません。まず文を聞いてください。それからそれに対する返事を聞いて1から3の中から最も良いもの,のように書きます。では始めます。一番 お客様そちら新作のジャケットですよかったらお召しになってみてください 1, 1ああ遠慮なくいただきます 2, 2後でお召しになります3じゃあこれ試着します 2>, 2番うちの新人たちみんな必ず契約取ってみせるって営業に向かったよ1やる気があっていいね 2, 2えっ何を見せてもらったの 3, 3契約取れてよかったね 3番今の映画のラストシーン映像と繊細な音楽が相まって印象的だったね。ほんとうまく引き立て合ってたね。音楽が邪魔だったってこと 3> 3確かにどっちもいまいちだったね。 4番。お客様本日お席にご案内できるまでお時間頂戴しそうなんですが1あちょうど空いてましたね 2, 2じゃあ急ぎます 3, 3どのくらい待ちますか 5番総務の佐藤さんの細やかな対応にはいつも頭が下がるよ1そんなに不満なんだ 2, 2本当尊敬するよね 3, 3注意してあげたら 6番。今回のプロジェクトは御社のご協力なくしては成功しませんでしたよ。お力になれて何よりです。2> 2ご協力できればよかったんですが私どもの力不足でした。 7番村田さん来週緑山に初めて登るでしょ初級者向けの山だけど用心に越したことはないからね確かに用心しすぎですね。簡単そうで安心しましまた 3> 3注意して臨みます。 8番最近涼しいのにアイスこんなに仕入れて売れる見込みないんじゃない 1, 1もう少し仕入れておきましょうか 2, 2よかった売れ始めたんですね3いや需要あると思いますよ 番。サークルのことで相談があるって言ってたよね今日の夕方だったら時間取れなくもないよ1今日は無理なんだね 2, 2忙しいのに悪いね 3, 3夕方までだね分かった 10番。さっき見た映画アクションシーンが迫力に欠けてたよねアクションシーンだから仕方ないよちょっと物足りなかったね 3> 3そんなに気に入ったんだ。 11番先生に頼まれた文献集め思いのほかはかどらなかったね 1, 1長時間探したわりにはね 2, 2順調にできてよかったね3一つも見つからなかったの 問題5問題5では長めの話を聞きます。この問題には練習はありません。問題用紙にメモを取っても構いません。1>, 1番問題用紙に何も印刷されていません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて1から4の中から 最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます地域の日本語教室でスタッフ3人が話しています教室で日本語を教えるボランティアがなかなか増えませんね市の広報誌に 定期的にボランティア募集の案内を載せてるんですが少し前に一人見学に来ましたけど入ってもらえなかったんですよねその日はいつもよりさらにボランティアの数が少なかったんですボランティア一人でいろんなレベルの学習者5人ぐらいに対応をしてたのでその様子を見て自分には難しそうって尻込みしちゃったみたいですじゃあ教え方のマニュアルでも作りましょうか マニュアルを作って対応できる問題じゃないですよね学習者のレベルも目的もいろいろだからそうですねじゃあボランティアの種類を分けて募集するのはどうですか日本語を教えるボランティアと会話の相手をするボランティア会話のボランティアならやってみようと思う人もいるかもしれませんよどちらかというと教えられる人に来てもらえるといいんですけどね去年まで頑張ってくれてた 大学生のボランティアが就職を機に何人か抜けちゃったのが残念ですね。言語学や教育学を学んでたから教え方も上手でしたし、市内の大学に募集のポスターを貼らせてもらいましょうか。大学生だとまた就職とかで辞めちゃうんじゃないですか。まあ、まずは応募してもらわないとね。市の広報誌よりも目に留まりそうだし、やってみましょうか。今回はボランティアの種類は分けずに。 募集してみましょう。ボランティアを増やすために。何をすることにしましたか。一。市の広報誌で募集する回数を増やす。二。教え方のマニュアルを作る。三。 ボランティアの種類を分けて募集する。四。市内の大学に募集のポスターを貼る。二番。まず話を聞いてください。それから。 二つの質問を聞いて、それぞれ問題用紙の一から四の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。ある町の農業に関する説明会で、役所の人の説明を聞いた後、男の人と女の人が話しています。 この町で力を入れている4つの農作物をご紹介します。説明の後で各農作物について個別の相談もお受けします。まずは、高原の涼しい気候を利用したキャベツ栽培。種まきから収穫まで手がかかりますが、近年産地として評価されるようになり、収益性が高いのも特徴です。次に、キノコとイチゴ。どちらもハウス栽培で、 管理は大変ですが、田んぼや畑よりは力仕事が少ないです。キノコは栄養が豊富で健康にいいということで安定した需要があります。イチゴは観光客向けの収穫体験ツアーにも協力していて農園の一部をカフェにしているところもあります。最後はお米。この町の米は味が良いことで昔から知られています。設備投資は大掛かりになりますが、 農家と行政が一体となって、美味しい米作りに取り組んでいます。いろいろあるんですね。どちらからいらしたんですか東京からです。農業に関わりたいなと思って来たんです。体力にそう自信があるわけじゃないんですけどね。力仕事が比較的少ないっていうのもあるみたいですね。ええ。私、人と接するのも好きなので、農作業だけじゃなく、 お客さんの対応もするのが向いてるかなと思って、その説明を聞きたいと思ってます。そうですか。私は農業で生計を立てていきたいので、やっぱり収入を重視しますね。そうですよね。実は私、この町出身なので伝統的に作られてきたものにも思い入れがあるんですけど、それより新しい地域の名産として評価され始めたものをこれからもっと売り出す方に興味があって、その説明を聞きに行こうと思ってます。 質問一、女の人はどの農作物の説明を聞きたいと言っていますか質問二、男の人はどの農作物の説明を聞きたいと言っていますか